です。ボロス、今回この証券稼ぎ、乾燥地帯のステージで、レオン、まあよくある方、クローンプロジェクター、影分身に、インビジルヒール、まあ回復型の、証券稼ぎのレオンが、めちゃめちゃ強いということで、やっていきましょう。相手はエリザベスにパイロンにブロックっていう、まあよくある方だな。賞金稼ぎにはもう親の顔より見たくあれだね。そして近づいてきて、もう時すでに押すし。で、影分身をしっかりと、聞いてない。そう、影分身はもうね、正直ここはもう使い切っちゃっていい。そんなに使わないから。そう、これはもうあくまでサブで、レオンは本当に初めの方はね、もう、ちょっともう来んな、帰れって言われるぐらい弱いんですが、ここを溜まった瞬間のこの逆転劇がもう気持ちよすぎるということで、これはちょっと近づきすぎでしょ。はい、OK。いや、OK、めちゃめちゃいいケアできました。そして、ここ。OK! いや、気持ちいい。完全にないと思わしといて。いや、これセルフ分子、セルフでいけるな。いや、ちょっともうちょいこっち来てくんないかな。はい。あぶねー。そんなにやりたいなら戦ってあげましょう。ああ、助けて！ありがとう！ 目の前でラプスが 犠牲になってくれた。これもらって、ああ、ちょっと危ない。ラプス。まあ、もう十分活躍したね。いや、もうこれが強いわけよ、レオンは。今、別れの時。第2回戦目は、ラフスにブロックにパイロンか。これ気づいてないね。OK。序盤にしてはかなりいい動きができて。そして、ラフス2回目。やべ。そしてラフス、ごめん。